相続対策の多くは不動産に関する問題です。相続対策で成功するには不動産専門家の総合的なアドバイスが必要です。私たち GF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実務を積んだ経験豊富なスペシャリストです。相続対策や資産組み換え、そして土地有効活用、あなたの資産を守ります。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。東京銀座にあります CF ネッツ東京支社にやってきました。いつ来ても明るくオープンなオフィス、こんにちは。そしていつ来ても長い廊下。今日は東京支社ということもありますし、このスタイルでお気づきだと思うんですけれども、いきなり飲み会とかではありません。実はこの部屋で今日は社長がセミナーをされているということで、ちょっとお邪魔しようと思います。始まってます。遅刻です。ヤクザの商売に付き合ってなんてさ言って感動だって言われたからね。あ、何してんのよ。すいません、ちょっと遅刻してしまいました。お邪魔してよろしいでしょうか。はい、どうぞ。じゃあちょっとあの、すいませんね、はい、今日ちょっと番組入ってますからね、まずい、すいません、坂戸淳さん参加させていただいて、すいません、ありがとうございます。これでね、まあそんな形でねやった時にですね、これはちょっと将来、頑張れば頑張るほど何が起きるか、株価が上がっちゃう。え、新エクビルマネジメント一株今54万でしょ、5万円がですよ、10倍超えちゃってるわけで、 CF ネットもそうだ。で、資産が増えれば増えるだけどんどん今度株価が上がるでしょ。で、実は全部グループ、僕がヒット株主でしょ、でほとんど7割8割僕の株ですよ、全部でしょ。これ足すと個人の不動産のところを一生懸命頑張って下げたつもりでいたのに。一言いただければ幸いでございます。弊社のセミナー初めてご参加いただいた方はですね、弟子入りしたいと思います。ご相談の方をお申し込みいただくことをお願いします。アンケートのところにご希望の有無をお伝えする場所がございますので、そちらからお申し込みいただければと思います。そうですね、この後の、個別相談会なんですけれども、6時半とは。いやー、深く濃い時間でしたね。いやいやいや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もっと前の方で見ないとダメだよ。いやなんかもう本当に、例えばあの蔵でお会いするときとは全く違う感じでちょっとびっくりしましたけど、本当にすいません、ありがとうございます。この番組のさ、視聴者の人はね、みんな僕がそうやって淳さんと飲み会えてる人だと思ってるんだけど。改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、やはり専門家っぽいでしょ。いや、っぽいですね。これが本業なんですっていうことを、今日は本当にまさに社長の世界というか、ビビったでしょ。で今日はまあね、うちの銀座のオフィスやってるわけだけども、もう今すでに4回満席なんで、延べでいくとさ100人以上、すごいですね。わけですよ。だからね、やっぱりニーズはあるんだなと。いやー、興味関心はやはり高いんですよね。高いと思うな。非常にテクニカルな世界なので、なんとなくその
そのことに興味があっても、じゃあ具体的に実際にどういうふうにやったらいいのかっていうことがなかなかつかめない部分ではありますね。そうですよね。だから、あのね、相続対策とかさ、まあ、不動産の投資だとか、まあ、いろんなセミナーをねやってるんだけども、これ僕は実際にやってきたことを言ってるんであってさ、あの聞いてきた話言ってるわけじゃないから、あのある意味でね、いろんな実務的なあのなんとかなキーワードがずっと並んでるんで、あの非常に聞いてきね、あの来てくれてる人たちはさ、すごい参考になってると思うんだよね。そうですね、うん、でね、僕思うんだけどね、あの前にも言ったかもしれないけど、今さ日本の経済ってぐちゃぐちゃでしょ。でこれからじゃあどうやって生き残ってくるのとかさ、いうことを考えた時に、まあ、これから今消費税のね関係があるからいいけど、消費税が増税になってさ、でそのうちまたそれがね、あの将来的に、景気がまた回復するなんて言ってるけど、俺はそうは思ってないわけ。今の日本の人口だとか、日本の年金制度だとか、日本のね、財政の問題だとか全部さ調べてみると、これは将来結構ね不安なわけじゃん。でその中でなんでこうなっちゃったかっていうのは考えたら分かることなんだけど、誰かがこうしちゃったわけだから、今は僕たちが、ちゃんとね専門職として、みんなね、あの今まで昭和の時代はさ、みんな専門職の人たちがいっぱいいてね、でもいろんなことでワイワイガイガイやってきて、この日本の経済作ってきたわけじゃん。で今さ、僕のやってる仕事っていうのは欧米では当たり前の商売なわけ。ところが日本にはさ一件もなかったわけ。だからうちが今回始めて、もう今日だって日本全国から来てるわけですよ。こんなとこ、あこんなとこで銀座だけどねなんか嫌に聞こえたごめんごめん根っこは不動産からスタートしたんだけど、今はどちらかというと経営コンサルみたいなこともやってるわけだよね。そうするとさ、不動産を中心とした経営のね分かる人っていうのは世の中に多分いないんですよ。だからそういう面でいくとね、本当にいい形で僕は過去においてね、いい生き方してきたなと。まあ、生き方について、あのバカに聞くすぐに書いてあるんでこの辺に書いて、この辺に入れてくれる今入ってますか書いてあるからさ。でもね、その事実でね、でも僕は今ね、うちの会社の中にどんどん新卒の人たちがねインターンシップで来るわけ、はいはい、別に普通に就職すれば就職できる人たちがうちの会社に入りたいんだよね。で実はそのインターンシップで宅建落ちるとね社員にならないわけ、はい、で落っこった人もいるんですよ。で落っこった人はねどうしてるかっていうと、就職しないでまた1年に出す。それくらいなんかね、やっぱりうちの会社というのは、はい、その何ていうかな、今の若い人たちから見て、まあ、特殊な人かもしれないけども、そういう興味を持ってくれるあの学生の人がね増えてきたってこと。あと社員もそうね、不動産会社でもう20年近くやってたとか、まあ、20年以上やってた人たちも実はスキルはもうこのままじゃ上がんないっていうことで、いろいろ調べてみたら、あのうちの会社にたどり着いたとかさ、で今もうやってるわけですね。で今日もね来てた小立先生ね、税理士の先生、いろいろやってきたんだけど、今不動産の、まあ、うちと一緒にやりたいっていうんで、まあ、今うちの、ねに入ってもらってやってもらってるわけじゃん。不動産会社の人たちもだんだんさ、あの志が高い人たちが増えてきてるわけ。それで今不動産コンサルタント養成講座っていうのを4月からね8回に分けてやってるんだけども、これはねうちの会社のノウハウなわけじゃん。お金に困らない人生設計、不動産投資成功の方程式、その他多くの著書。 CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実績を積んだ経験豊富なスペシャリストです。人生を成功に結びつけるには不動産の戦略的活用が必要です。幅広い分野の専門家が皆様のニーズにお答えいたします。手数料は不動産会社と一緒です。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。これはねうちの会社のノウハウなわけじゃん。でさ、本来ノウハウってさ表に出さないじゃん。だから日本の経済はさ浮揚しないわけで、僕はね今せっかく自分で見つけたノウハウだけども、どんどんねオープンにしようと思ってるわけで、不動産屋さんのスキルが上がってくれば、うちみたいな会社がね地元にできてくれば、本当だったら今はうちに来るわけだから、うちの
ね、お客さんなんだけど、だけど僕うちみたいな会社がその地元にできることによってね、日本全国さ、その、欧米並みのね、例えば不動産コンサルタントだとか、あとは、プロパティマネジメントだとかオンサイトマネジメントだとか、まあ、そういうものが普及することによって文化が相当変わると思うんだよね。で、日本はね、これからね、土地活用しかないんですよ、まあ、不動産の活用ね。で、それに基づいて不動産と絡めて国土の価値を上げるってことで、今欧米の人たちもだんだんね、あの日本の不動産に対してすごい興味のある人たちが増えてきてるから、受け皿がちゃんとしなきゃダメだと思うわけ。だから今ファンドの人たちとかいろんな人たちいるけども、この人たちはね、ある意味で不動産のプロじゃないわけね、だけど、だから我々のようなプロの存在がだんだんね、告知されることによって、もっとこのですね、日本の不動産の活用方法とか、お困りの方がね、要するに助かる道だとか、まあ、今日みたいに事業者の人でね、要するに不動産をこれから取り入れようとか、また不動産を持ってるけどもこれを活用しようだとか、まあ、そういう人たちがさ、こうやってね、勉強していただくことによって、多分なんとなくだけども、うちがやってることがだん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 ね、普及しだしていって、で日本の不動産によってものは全部変わると思うわけ。今日の話の中にもあったと思うんですけれど、例えばその法人を持っていて、うんうん、法人で何かを購入するというのは、うん、とても意味であることなんだっていうのはちょっと分かったんですけど、うんうん、はい、この辺もやっぱり、うん、不動産を軸にして経営コンサルティングの中では非常に大事なポイントになりますね、うん、あのね、分かりやすく言うと、はい、バランスシートってね、あるよね。売上があって経費があって資本があって負債があるわけね。で、負債が少なくて資本が高い方が安定企業なわけじゃん。で、その資本の中で現金とか株とかいろいろあるんだけども、不動産の場合も、資本になるでしょ。と資本があって毎年毎年元金が減っていくから、資本はあの、ね、時価額で上がったり下がったりするけども、あの元金はどんどん減るわけじゃん。そうするとね、この資本の厚みが何かに役に立つわけ。もうこんなのがいっぱいあるわけよ。これちょっと今回の番組5時間くらいやりますか。スペシャルになってさ。恒例ですので色紙を書かせていただいたんですけれども、はい、今日のセミナーの社長の内容をこの1枚に集約するのはとても難しいというか無理なので、よろしいですか。そして第29歩、東京で一つ、銀座で一つ、本当のセミナーの物語。歌った方がいいですか。歌いますか。まあ感想は俺が言わない方がいいかもしれない。これからまたそのインターンシップの制度とか、うんうん、志の高い方が門を叩いたらもう本当にウェルカムな感じで、もちろんです。空室対策満室経営。賃貸住宅経営はさまざまなトラブルを抱えています。だからこそ CF ネッツコールセンターでございます。すべてをワンストップで解決できる不動産コンサルタント会社 CF ネッツにお任せください。賃貸契約手続きからリフォーム工事、その他トラブルなどすべてをワンストップで解決いたします。空室対策、満室経営に関するご相談は CF ネッツまでお気軽にお問い合わせください。